ゴールドシップのモノマネに対する反応集。アプリの大ヒットまで、こんなイカれた企画で繋いでいたんだなぁと思うと涙が止まらないよ。ゴルシちゃんのこれまでの努力を考えると夜しか眠れなくなる。この努力もあって大ヒットに繋がったのね。これぞサービス開始まで年単位で間を持たせた救世主の力ぞ。ゴルシは本当に頑張った。おかげで洗脳されたゴルシ。ゴルシはパカチューブのハルーララだったんだ。リリースまで孤軍奮闘してたの感動する。チームスピカはもちろん、アプリ配信までをつなぎ、大いに活躍してくれた大黒柱のゴルシには本当に頭が上がらないよ。ゴルシもという枝さんに感謝。この時狂った企画となんとかリリースまで食いつなごうと頑張る声優さんと運営の姿勢すべてが今の成功につながってると思うと涙が止まらんわ。この人。この馬ずっと一人でやり続けてこれほどまでの人気を得て馬娘の知名度を上げたのだと思うと泣きそう。アプリリリース開始からパカチューブ、見始めたんだけど、来るたびに再生数と高評価が増えててほっこりする。リリースまで馬娘というコンテンツをこうやって何年も繋いできたのはほんと、素直にすごいと思う。発言も行動もあれだがこの可愛さに加えコンテンツを支え続けた超兄弟功労者なのが本当にもう、好き。馬娘モノマネはガチなのにそれ以外はほんと草。最近ハマって過去回一気見してるけど、ここら辺のゴルシなんかいい感じに癖弱くて可愛っ気があるなぁ。今の癖しかないゴルシも好きだけど、飲みの席でそれなりにやった後に2軒目で酔いざましがてらつまめるゴルシも好き。モノマネうまいし歌もうまいとかもうコロッケさんじゃん。上田瞳はこれからの声優界を背負って立つ大物なんだわ。上田さんは声優としては新人だけどゴルシちゃんがどんどん認知されて仕事増えてほしい。馬娘の YouTube 動画はゴルシだけ好き勝手できるから自由すぎる。他のキャラの声優さんはめっちゃキャラ気にして喋ってんのにゴルシの声優さんだけそういう縛りがねえのよ。むしろ縛ったらゴルシ役になれないという思い命題。常識をぶん投げて役に専念してると思う。初めてゴルシの声聞いた時に小林龍かと思った。声質とぶっ飛び具合で小林龍第二世でしょ。混ぜるな危険。もしゴルシとシドウマリアがコラボする日が来ると思うと怖いよ。小林龍と杉田智和に肩を並べる人物が現れたか。杉田さんも馬娘やってるからいつか共演してるのを見てみたい。新トレーナー追加、杉田智和、CV 杉田智和。杉田はタンプレで乗馬用のムチをもらうくらいだから相性は良さそう。杉田さんが馬娘出てたら初の馬男として走っててムチで叩かれて興奮してそう。杉田 T の担当はジャスタウェイかハリボテイレジーなんだろうな。ゴルシちゃんがアニメに来とアプリまで支え続けた影の功労者であることを最近知ってしまった。パカチューブはゴルシを解放しろ。今はゴルシがパカチューブを占領してるんだよね。これだけの実績があるなら、アニメでセグウェイ乗っても許されるってもんですよ。マジでゴルシがいなかったらパカチューブも知らなかったし、馬娘というコンテンツにも触れることがなかったからゴルシは名誉馬娘に選ばれても良いと思う。思いのほか見てて草。馬娘のモノマネは、本人に言わせてんじゃないの？くらいクオリティ高い。やめてくれゴルシ。普段ふざけてる奴が出す可愛い声は俺に聞く。ここだけスペちゃんたちがやってるだろ。やっぱゴルシすげえわ。グラスワンダーのねっとりした感じがめっちゃ似てる。グラスワンダーは声質ほぼそれだからなん喋っても似てそう。グラスワンダーは大和なでしこな馬娘として知られているけど、上田瞳さんも京都出身で京都弁も話せるから大和なでしこな声優の一人としてそつなくこなしているのすごいと思う。対象の特徴を把握する能力とそれを再現する能力が神がかってる。モノマネのクオリティが高すぎて。鈴鹿のモノマネで止まれない、を選んだあたり愛を感じた。数ある鈴鹿のネタから止まれない、を選抜するゴルシ好き。鈴鹿とグラスって声質が割と同じ部類だけど、鈴鹿はさらっとしててグラスはねっとりとした感じで差別化できてるのすごい。ハルーララ本家とモノマネこうをつつけがたいくらい好き。うららも可愛いし、真似するゴルシも可愛い。疲れたあーの声大好き。この動画のせいで一期一話のハルーララの疲れたあーをループするのにハマってしまった。当時馬娘を知らない俺は、ゴルシをこんな感じの子だと思ってました。僕は走るのにストイックなお嬢様キャラなんやろなぁと思ってました。はじめは主人公のこと見下してたけど後に実力を認めてくれるタイプのキャラかな？これがあのゴールドシップ？やっぱり気候は抑えてるんかな。原作まんまを持ってくることはできないだろうし、多少はチューンダウンするんだろうな。これめっちゃ似てないか？似てるというか本間というか。
馬娘の世界に馬はいない設定なのに馬のモノマネをするあたりがすごいよな。これ、コルシが書いてる。ってこと？ご丁寧に覆面にも名前書いててた、生えた。多分パラレルワールド的なやつなんだよ、多分。第四の壁を認識してるんでしょ、コルシだし。1話のオープニングの壁画に馬の絵が残っているから、全くいなかったわけではなさそう。馬娘世界に牛がいるなら馬もいるでしょ。コルシのモノマネは伏線だった？コルシのドラちゃん全く似てないけど、帝王のやつはマジで似てる。競馬っていう権利に厳しいコンテンツ扱ってる割にギリギリを攻めすぎでしょ。馬主さんがいなければこっちのものなんですよ。初手包み焼かないハンバーグでココスに喧嘩売るのくさ。第一声で数ある秘密道具じゃなくてココス出してくるあたりセンス感じる。帝王のドラえもんが権利的に大丈夫なのかって言ってるのくさ。ここだけはサドラっぽい。10年後にドラえもんの声優継ぎそう。他のラジオなら真似するだけで速攻止められるキャラをコーナーのお題に入れるのやばすぎる。馬娘が流行ってしまったばかりに大勢の知るところとなってしまった無法地帯。ガンガンに攻めていながら権利的に大丈夫なのかと素で心配する帝王スコ。天才はいる、悔しいが。あなた、すごい賢そうな顔しているのに、本当に勉強できないのね。モロゴルシでくさ、あなた結果は出してるのに、本当に頂上聞かないのね。担任の先生、菅井さんにキスをされ死んだ目をするゴルシ。これ見てるだけで笑えてくるわ。ゴルシ、どんだけ菅井さんのことが嫌いなんだ？ゴルシからしたらきつい調教や面倒くさいレースを決めてくる人間らしいからね。仕方ないね。初めてモノマネ見たけどめちゃくちゃうまいな。特に上田ひとみさんのモノマネ。上田ひとみのモノマネうまいっすね。上田ひとみさんのモノマネいつ聞いてもうまいな。本物かと錯覚するわ。本人と間違えるレベルだ。ほんとな、引き分けてとか言われたら絶対無理。一周回って上田ひとみさんのモノマネが一番面白い。上田ひとみがモノマネしてるんじゃなくてゴルシがモノマネしてるように聞こえるあたり声優ってほんとすげえよな。想像以上にクオリティ高くて草。ただ、上田ひとみさんのモノマネはもうちょい頑張ってほしい。中の人のモノマネのクオリティだけに、文句つけられてんの芝生える。上田ひとみのモノマネが一番似てないのはどういうことなんだ。上田ひとみ、CV ゴールドシップ。逆だったかもしれねえ。中の人が中の人をモノマネするとは前代未聞じゃないか？声優無法地帯ことビーストウォーズなら日常茶飯事。バカチューブじゃないけど、マックイーンの真似をするゴルシモスコ。完璧じゃないモノマネなのがすごい。あえてゴルシの声の癖を残しつつも、空耳でもマックイーンに聞こえるクオリティってのがすごい。ゴルシ聖域広くて本当に声優さんがゴルシをここまで魅力的にしてくれたんだなって思う。ただのモノマネじゃなくてちゃんとモノマネをするゴルシになってるのがとても良い。本物のマックちゃんが落ち着いて喋る時より、若干早口なのがゴルシのせっかち感が出ててよき。マジでゴルシの声優さんしかゴルシのテンションについていける人いねえんじゃないかって思うくらい緩急のつけ方も声の変え方も完璧。我慢してますののガーマンが聞けば聞くほど絶妙にバカにしてる感あって好き。真似するゴルシも良いけど、からかわれてムッとした顔で耳を絞るマックイーンも良い。否定するんじゃなくて肯定しつつ怒るの可愛すぎる。ここからは、ゴルシを楽しむトレーナーの反応集。ゴルシってなんでこんなに面白いんだ？わからない。ただ言えることは俺たちはゴルシが出すスピードについていけないってことだよ。ゴルシを理解することは、世界を理解することに等しい。なぜなら、どんなに努力しても我々はその一部しか見ていないからだ。面白い女。ゴルシ見た目でアークール系か。つまんねえ女。って思ってたら、ドロップキックかますわ、発言のベクトルが違うわ、キャッチボール中ずっと変化球と暴投して笑ってるような女で、クソ可愛い面白い女だった。このやべえ奴が馬娘を忘れさせなかったから今のアプリがあるわけで。馬娘の救世主なんよなぁ。あとゴルシちゃん黙ってれば本当にモデルさんみたいなんすわ。馬娘ってほとんど事実を元にって言うけど、ゴルシに関してはどこまでが史実通りなのかわからないし、全部史実通りなのかもしれない。疲れた時に一緒にいたい子ナンバーワン。こっちの悩みがクソに思えるぐらい振り回された挙句にすっげえ殺し文句で悩みぶっ飛ばされそう。もしくはこっちが立ち直るまで隣にいてくれそう。どっちにせよめちゃめちゃいい女。たった一人でボーボボと対等に渡り合う女。なんか見たことあるノリだなと思ったらあれだ。オメシスだ。きっとゴルシちゃんの頭の中には役決めたオメシスが50人くらい住んでるんだ。他の馬娘が湿度の高い温泉イベントを繰り広げる中、一人だけ世にも奇妙な物語を展開する馬娘。
100年後じゃ間違いなく死んでるんだろうけど、それは終わりって意味じゃないぜみたいなようなメッセージとして感じる。ちゃんとやるときはマジでちゃんとするからな。ゴルシはトレーナーに対して特攻が入るからね。お前の人生楽しくなっただろなんか言われたら俺はちょっと泣く。破天荒なようでしっかりこっちを見てくれてるんだよなゴルシは。初遭遇時も見てくれてたからな。すっげえ暇そうな奴がいたからな。もしかしてゴルシって思いやりのあるすごい美少女なのでは。まずい、ゴルシの可愛さが俺以外にバレてしまう。ゴルシは疲れたらお嬢様になるのなんでって思ってたけど、こいつ普通にお嬢様だったわ。マックイーンの孫がゴルシちゃんだしな。マックイーンが目白家のことを高潔な血筋って言ってるけど、ゴルシのせいで説得力なくなってるよな。馬として接すると切れるから、品格のある人間として接さないといけないって話好き。ゲーム内でマックイーンはじいちゃん血の匂いがするって言ってるからね。しかも第4の壁が見えないマックイーンからしたらひどい侮辱なんだよな。これ加齢臭がするって言ってるようなもんやし、いくらマックちゃんの匂いでも加齢臭は嫌かもしれない。ゴルシは一応常識はあるから、マジでやべえやつの相手をできない。スマホを見られるのは嫌という常識的価値観がゴルシにもあるのがわかる。ゴルシ常識のある変人だから節度とかはきまえてる。変人ではあるけど根底には人を楽しませたいって考えあるから変人なだけだと思う。だからマジモンの変人基人には勝てない。あんたの人生、あたしと出会えて面白くなっただろに代表されるように、面白きこともなきよう面白くオチで行ってるだけだよ。ただ、狂人の真似とて王子を走らば、すなわち狂人なりの通り変人であることも実際間違いない。馬の方がもっと面白いキャラしてるという事実。馬のゴルシはジャスタウェイトの並走に負けて20キロも痩せたことがあると聞いた。並走で負けた後、馬房に戻ってジャスタにめっちゃ吠えた。ジャスタはそ知らぬ顔で買いばくってた。ジャスタウェイが引退して離れ離れになった時は機嫌悪くなって、体調も崩したり、同じく仲良かった大勢モンスターが引退した時も体調崩して、勝負に影響があったりと、はちゃめちゃに見えて意外と仲間のことは大事に思ってる上に繊細。アニメ馬娘のゴルシはまさにそれなんだよな。帝王のミニライブの時の戻って恋はさすがに痺れた。はじけリストと呼ばれてもいい、狂人だと呼ばれてもいい、俺の夢はゴールドシップです。